洛陽に続き長安でも好き放題をした董卓。洛陽に壊滅的な被害を与えた後、さっさと長安へ遷都した董卓は、新しい都でも再び残虐な行為を繰り返します。遷都したての長安、前漢と後漢の間に挟まれた新王朝の末期に赤備の乱という農民反乱が起きました。この時に都であった長安はすっかり焼け野原になっていて、残っているのは高祖廟と官舎の一部だけだったので、董卓に連れてこられた検定はそこを仮住まいにすることになりました。董卓は洛陽の民数百万人を引き連れてきて長安へ移住させました。もちろん兵士として使うためです。しかし民は飢えに苦しみ、行軍中死体の山を踏みつけながら進んだといいます。董卓好き放題。董卓は長安に遷都すると自らを相補と称しました。これは周の武王が太公望のことを相補と呼んだことにちなんでいます。また董卓は青い幌のついた馬車で市内を移動しました。青い幌の馬車というのは皇太子専用の車です。人々は初めこそ眉を潜めていましたが、そのうち気に入らないものは片っ端から処刑されることに恐れをなして、ただひたすら目を合わせないようにしたといいます。董卓は弟や親族を諸侯に任ずるばかりか、愛称に産ませた赤ん坊までも侯に報じました。その赤ん坊は金印と紫の印珠のおしゃぶりを加えていたそうです。長安にあった銅像や鐘などはすべて潰されて、劣悪な小銭が大量に作られました。貨幣価値はガクッと下がり、そのうち貨幣の流通も滞ります。経済もめちゃくちゃになってしまったのです。董卓を殺した呂布は英雄に？董卓が呂布に殺されたと知ると長安市内は喜びにあふれました。人々はなけなしの金をはたいて祝いの酒や肉を買い求め、一時的に長安の町が活性化したほどでした。董卓暗殺の首謀者は多いんでしたが、実行したのは呂布です。呂布の功労は認められ、憤依将軍の称号を得、さらに侯に報じられました。政治は王院、軍権は呂布。しかし、この体制は長続きせず、董卓の配下だった李鶴と郭汜に逆転され、王院は殺され、呂布は長安を追われてしまうのです。